皆さん、えー、こんこにちは<ー>大学生とかですねあの、もっと大きい人たちの前で抗議することはよくあるんですけれども、皆さんのような高校生の方に抗議するっていうのはあの、ほとんどありません、今日はあは私もドキドキしています。 このようなあの素晴らしい機会を作っていただきました稲盛財団の方々またあの京都大学京都府京都市の皆様方そしてあの今日お集まりいただきました各,各校の先生方そしてあの生徒の皆さんに心より感謝申し上げますありがとうございます今日あのいろんな7つのあそれから末広君あの大変素晴らしい紹介どうもありがとうございました あの今日7つの高校の方が来ていただいていると思いますが、えー、1年生の人ちょっと手を挙げてもらえますか1年生の人どれくらいああはいありがとう2年生の人どれくらいですか2年生が多いんですね3年生お,り、ま、おられますかあっ3年生もはいこれ終わったら勉強してください <laughs>、はい、ということで今日1年生から3年生までえー いいろろ皆さんおられるということで、えー、年齢でいうと15歳から18歳くらいですかあの私もですね、えー、つい少し前 <laughs> 30年くらい前はあの皆さんと同じ高校生でした、えー、本当昔30年と言ってもつい昨日のことのようにあの いいろんなことを思い出しますで私はの大阪にあります教育大阪教育大の附属天王寺という高校、まあ、中学と高校出ました。でどんな高校生だったかというとまああの勉強はまあ、あのそこそこしていましたがあ柔道を一生懸命やっていました。中学 高校の6年間柔道を一生懸命やってていましてあの中3の時に初段になってあの高2の時に2段になりました、えー、結構ですねあの、まあ、こう私立にはなかなかの強いところにはかなわないこともありましたけれどもあのかなり一生懸命練習しましてけが、えーまあ、もとても 大体年に1回は必ず骨折ししていました大学入ってもう怪我してたんですがこの間数えたら全部合わせて10回以上骨折してるんですね10回以上骨折したことある人いますか多分いないと思いますけれどもあの実は今も骨折していましてあの3週間前にバーベルのプレートを落としてしまって足の小指に直撃いたしまして。 あの砕けてです、ね、指が2倍くらいに腫れ上がって今1.5倍くらいになったんですがしかしあの3週間だってちょっと痛みましになったので今日は本当久しぶりに昼間ですねここ来る前に走ってみようと思いまして鴨川の周り走ったらあのやっぱり痛かったです、ね、<laughs> やめといたらよかったなと思ってるんですけれどもであとはあ実は私バンドを組んでいまして。 あのフォークギターを弾いて、えー、歌を歌っていました「彼山水」というバンドを組んでいましてあのまあそういうだからみんなと同じような高校生でしたその時に高2の時に今のですねさっき写真出ていましたがあの今の家内今の家内って一人しかいませんけれども。<laughs> あの今の家内と付き合いだしたのも高2の時ですですからもう30年くらい付き合ってるんですけれどもまあということで高校本当にいろんな思い出がありますいいことも楽しいこともつら、まあ、いことも先生にもよく怒られました、えー、一番怒られたのは柔道部の先生に怒られたのを覚えていてですね高3の時だったと思うんですが あ僕たちは団体戦を重視するんですね団体戦で大阪府でなんとか上位に行こうとで高3の時はあの大阪府でベスト16まで行ったんですねでベスト8まで行ったら近畿大会に出れたんですけれども残念ながらあの私立のめちゃめちゃ強い学校に当たりましてあの負けてしまいましたでその試合が土曜日にあったんですね団体戦5人。 なんですけれどもで強いレギュラーの5人が団体戦に出るんですけれども部員もっといますから団体戦に出れない一生懸命頑張ってるんだけれども団体戦に出れない同級生とか下級生がいましてでそのうちの何人かは次の日に個人戦がありましてで個人戦に団体戦の代わりにそのレギュラーじゃない人を出てもらうと。 でですね、あの僕たちはですねあの、まあ、団体戦で、えー、だいぶ上位まで行ったらふらふらになってです、ね、しゃべれないくらいふらふらになってで次の日の個人戦応援行かなかったんですね家でガーッとあの寝ていて個人戦、応援行かなかなったんです。そしたら怒られましたねかんあの、えー、顧問の先生に月曜日に「お前らはもう人間のクずや」と。<laughs> あの昨日友達の応援に来ないなんてもう考えられないと前の日に団体戦で頑張ったのなんてもうそんなことどうでもいいとあのそんなんやるためにお前ら柔道教えていたんちゃうとすごく怒られて、えーまあ、あの今思い出しても僕としても僕たちとしても本当に恥ずかしいことしたなと思っていますが、まあ、あの怒られたことを自慢してるわけじゃなくてあの、まあ、そういう普通の。 高校生だったということをお伝えしたいだけなんですけれどもで今日はですねあの上の方はちょっと難しいタイトルがありますが、まあ、本当のタイトルはあの「万事採用が馬、ま」ということがタイトルです。この「万事採用が馬、ま」という言葉ことわざというかあの中国の言葉ですけど意味知ってる人どれくらいいますかみんな知ってますか?「万事採用が馬、ま」何のことか知ってる人。 手を挙げてください。何人か今もっと、うん、もうちょっと本当は知ってるような気もするんですけれどもあのまあこれは簡単に言うとあのすごくかいつまんで話すと中国のですね西洋というおじいさんがあの、まあ、ラッキーなことに非常に、えー、名馬素晴らしい馬勝ったらもうとても飼えないような名馬をひょんなことから 手に入れてでこれはもうなんと運がいいんだろう素晴らしいと思って、えー、喜んでいたら息子さんがその馬に乗って、えー、遊んでるというかその馬で乗ってるうちに落ちてしまって、えー、体が不自由になってしまって、えー、大切な息子さんだったんですけれどもでこれはもうなんと不幸なと。あのー 大切なな息子がもう体が体不自由にっってしまったと多分どっちかの足だと思うんですけれどもでそうやって嘆き悲しんでたら今度はあの戦争が隣の国と戦争が起こって、えー、若者はもうどんどん戦,戦地に行ってみんな死んでしまったとところが息子さんはあの足を怪我していて戦争に行けないので、えー、死なずに済んだと。ということで。 いいんやら悪いんやらわからないというのがこの万事採用が馬ということですけれどもあの僕もまだですね48歳でまだまだ偉そうにみんなにですね人生人生とはと人生はこんなもんだとか偉そうに言うようなことはできないんですけれどもただあの自分の48年間、まあ、特に後半のですね20年間ぐらいを 振り返ってみると、まあ、本当にこの万事採用が馬だなと、えーまあ、本当大変なこともあるし、えー、嬉しいこともあるしでも大変だと思ったことが実は嬉しいことの始まりだったりものすごいいいと思ったことがあとんでもないことの始まりだったりということですから、まあ、一喜一憂せずに、えー、淡々と頑張ると。 いうことを自、まあ、自分自身のです、ね、研究の話をしながらあ分かってもらったらなとあともう一つ今日ぜひ伝えたいのはこれからみんなもだんだん大学生になり社会人になりしていくと思うんですけれどもぜひですねいろんなことにトライいろんなことを挑戦してもらいたいとでいっぱいし失敗してもらいたいと思っています。 あの10回挑戦して9回失敗してそうするとやっと1回成功するくらいの <laughs> 感じでこれからいろんなことが起こると思いますからあの9回失敗しないとなかなかその1回の成功というのはあ手に入らないと私自身もそうでした研究者みんなそうですので、えー、その2つをですねこの万事採用が馬と いうこととそれからもうどんどんいろんなことに挑戦してどんどん失敗してもらいたい失敗するのは全然恥ずかしいことでもダメなことでもないということをあの今日この中の何人かの人にでもですね伝わったらいいなと思っていますであの私はこれはもうちょっと先の話ですねあの先ほど 紹介してくれましたが最初整形外科医になったんですね骨折を治したりする外科の先生ですけれども自分がやっぱり何べんも今もしていますが怪我をして何べんもお世話になったのであの整形外科医になりたいと。でですね、えー、今から二十数年前に無事医学部を卒業してで念願の,あの整形外科医のお研修トレーニングを 始めましたでその時にトレーニングした病院が大阪の今はちょっと名前変わっていますが当時国立大阪病病院院と呼ばれていた病院です大阪に行ったことある人多いと思いますが大阪城の真横にですね非常に立派な病院があります国立大阪病院。ででそこで トレーニングを受けることになりまして、でその時その国立大阪病院新しい建物ができたばっかりでもう本当に素晴らしい病院でしたので、えー、すごく喜んで何てラッキーなんだろうなこんな素晴らしい病院で研修研あのトレーニングを受けることができるなんてなんとラッキーなんだろうと思ったのをあのすごく覚えています。 しかし今から考えるとそれがこの「万事採用が馬のスタートでした」ですごくあの喜んで病院に行ったんですけれども実際働きだすとですね、えー、研修ですからあの上の先生に教えてもらうんですけれどもそれがもうあのこの世のものとは思えないくらい怖い先生が待ち受けていまして。 あの僕もずっと柔道とか大学ではラグビーしていましたで体育会の柔道部で柔道していましたからその上下関係とかあの上先輩先生が怖いというのにはそれなりに慣れてるつもりだったんですけれどももうそんなんに比較ならないくらいあの怖い鬼鬼鬼のような <laughs> 教,教員教官が僕を待ち構えていましてあの、まあ、ビシバシと。 鍛えてももらったんですけれども僕はあの山中という名前ですけれどもその先生には山中と呼んんででもらえませんでした2年間トレーニングでしたけれども2年間何て呼ばれたかというと「邪魔なか」と呼ばれていました「お前はほんま邪魔や邪魔なか名」ってずっと呼ばれていましたまあそれくらい怖い先生で,でしかもですねあの残念ながらあの整形外科だから外科手術をするのが 主なな仕事なんですけれどもちょっとこう手術をいろいろ少しですけどもさせてもらうとどうもうまいこといかないと他の人がやってると簡単そうに見える手術が僕がやるとですねなんかうまいこといかないとうまい先生がやると20分で終わる手術が僕がやると2時間かかるというそういう、えーまあ、こともあってですねこうだんだんこう自分は。 整形ずっとですね高校の時から整形外科医になりたくて大学の間もずっとこう僕は整形外科医になるために医学部に入ったんだと思ってあの他の授業はサボっても整形外科の授業だけは一番前で聞いてたんですけれどもでようやく念願かなって整形外科医のトレーニングを始めたんですけれどもあのちょっとそうやって、えー、大変な目に遭うとこう。 育児がないと言いますかあの、逃げたくなってきてですね、で、選んだ道が、じゃあちょっとこれ、臨床、患者さんを見るのは僕は向いてないかもしれないということで、一度研究をやってみようと思って、大学院に入り直しました、大阪市立大学の医学部の大学院に入り直して、そこで薬理学、薬の研究を行うようになりました。 でまあ、あのその先生が怖いと自分が手術が下手だということもあったんですけれどももう一つはあいっぱい手術の上手なもう本当に神様みたいに手術が上手な先生もたくさんおられるんですけれどもでもそんな素晴らしい先生であっても治せない病気とか怪我いっぱいあったんですね。で今ででもままだいいっぱいありますす例えば脊髄損傷とかかねそれから非常に えー、重症のリウマチ患者さん整形外科の領域でも,もう本当にたくさんいろんなあの病気とか怪我が治せませんでセクジー損傷僕もラグビーやっていましたから知り合いそれまで本当に元気でですね、えー、もう病気にもなったことがないというくらい元気なこんな体したラガーマンがですねスクラムがガッと崩れて一瞬にしてセクジー損傷でもうそこから。 あ一生寝たきりというような例を何度かあ周囲で起こりましたしあの自分が整形外科になってからもそういう患者さんと接して全く何もできないという非常につらい思いをしましたそしてちょうど皆さんの年齢高校生の男の子でしたけれどもあの膝が痛くてですねでうちの病院に来てレントゲンを取ったら膝に 骨のがんができていてで彼はあの太ももの下からあの切断する必要がありました。でまたあの薬も抗がん剤というのがあ,あるんですけれどもそれもですねあのアメリカで開発された薬で今でも覚えているんですけれども1回その1人の患者さん高校生の男の子に1回一日 毎日2回投与しますがその1回の投与のためにあの薬の小さなアンプルっていうガラスの小さな入れ物に薬が入ってるんですがそれを50本分ぐらいあの使うんですねだから看護師さんと3人くらいでその毎日その50本をこう開けて混ぜるとでそれだけ苦労してもその人は足を切断する必要があったし えーまあ、切断したとしてもやっぱり助からないことが多いというそういう病気いっぱいあるんですねでそういう病気と接している間に何とかいつかそういう治らない怪我とか病気を治せるようにしたいとでそのためには基礎医学今分かっていない病気の原因とか今ない薬の治療法を開発するのが基礎医学という学問ですけれども。 あそれに自分も携わってみたいと思うのも理由でしたあの、まあ、どっちがその大きかったかはまあ,あ,、まあ、あの半々くらいだったということにしておきますけれどもでこのですね大阪市立大学の薬理学というところに入って、えー、ここにあります山本健次郎先生とそれから三浦先生という2人の先生に素晴らしい先生に教えてもらいました。私はあの ここにいますが、まあ今とあんまりあの変わっていないかもしれません髪の毛が今よりもうちょっとあったかもしれないけれども、まあ、そんなに基本的には変わっていないと思いますでここで4月に大学院に入学して最初の3ヶ月ぐらいはなかなか実験させてもらえないかったんですねいろいろあの論文を読んで自分なりにいろいろ考えなさいということでこう実験したくてしたくて、えー たまらなかったんですけれども三浦先生が僕の直接の指導者でしたけれどもなかなかこう実験させてもらえないとしかしちょうど夏頃にですね、えー、とうとう三浦先生があの僕に初めての実験をさせてくれましたでもちろん学生だからあ研究というのはある仮説を立てるんですねこれはこうかもしれないという仮説を立てて それを実際確かめるというのが実験で確かめる。それがあの研究です。その繰り返しなんですね。で、もちろんあの、この時まだ学生ですから、その仮説っていうのは自分で作るんではなくて、えー、先生、三浦先生が作った仮説を、僕たち学生が実験して確かめると、まあ、そういうシステムになっています。で、その時に三浦先生が僕に与えてくれた実験テーマというか、三浦先生の仮説が。 ここに書いてありますちょっとこれあの薬の名前が出てきて難しいかもしれませんがまあ,あの名前なんかどうでもいいんですがあのともかくですね、えー、パフ血小板活性化因子というある物質があってそれをですね人間にもそうですが実験動物僕たちの時はあのかわいそうなんですが犬を使っていましたでこのパフという薬を犬に注射すると血圧がストーンと下がるんですね ですで。同じことが人間でも起こっているような病気の時にこのパフがパフという物質ができてそれによって患者さんの血圧が下がっているということも分かっていました。で三浦先生がその時に作った仮説はこのパフで血圧がポッと下がるんですがそこ,はそこにはこの別の物質ソロンボキサン A2 という別の物質が 関与してるだろうとだからパフ f ができたらパフがあがソロンボクサン A2 を作ってでソロンボクサン A2 が血圧を下げるんじゃないかとそういう仮説、まあ、薬の研究ですからこういう薬をいろいろどうやって薬が効くかとかこういうことを研究するのが学問です。でこの三浦先生の仮説をどうやって確かめるか僕がどんな実験をしなさいと。 言われたかというとこういう実験でありましてある当時製薬会社がですねこのソロンボキサン A2 ができるのをできなくする合成を阻害する非常にいい薬を開発しましたでその薬を製薬会社から三浦先生もらってきてくれたんですねでこれを使って実験しろとその時僕はあのえー、あの 整形外科のトレーニングを受けてる時は邪魔なかと言われていましたがこの頃三浦先生にはヤマチュウと呼んでもらっていましてちょっとあの出世してたんですけどもヤマチュウちょっとこの実験やってみえへんかということであのまあ非常に単純な実験なんですけれどもはいわかりましたとで初めての実験行いましたいや今からだからえ25年ぐらい前ですけれども で要はこのグラフありますねこれは何かというと血圧の変化を示していますみんなもこんな実験、まあ、こんな実験しないかなこのグラフ何かというと横軸は時間なんですねずっと時間で縦軸が血圧ですですからこれは何を示しているかというとここでパフという薬を犬に注射したら血圧が数分間ストーンと下がって で、またすぐに元に戻ると、こういう現象があります。で、三浦先生がこのこのパフの作用はソロンボクサン A2 が関与してるんじゃないかと考えまして、でソロンボクサン A2 の合成を止めるような薬を製薬会社からもらってきてくれて、で、もし三浦先生の仮説が正しいと、こういう結果になるはずなんですね。あらかじめ、 ソロンボキサン A2 の合成を止める薬を、あらかじめ犬に注射しておいて、でその後で、パフという薬を注射しても、注射すると、今度は何も起こらないと。血圧は下がらないと。ずっと一緒だと。三浦先生の仮説が正しいと、こういうことになります。まあ、非常に簡単な、あの初心者にぴったりの実験でした。まあ、しかし、僕にとってはあの初めての、 実験ですからあのう嬉しくてたまらなくて一生懸命犬に注射して、えー、血圧測定しながらあの犬の血圧ってどうやって測定するんだろうかと思うかもしれませんがあの、まあ、測定できるんですそれが。でですね仮説が正しいとこうだったんですが実際に起こった結果はあの全く予想外でありました。 でどんな結果だったかというとえこんなふにですねあの、まあ、全然効かなかったと、えー、でこれだ,だけだったら、まあ、よくあることなんですがこのままあのそのそボクサん A2 の合成阻害薬とパフを注射した犬で同じように血圧が下がってあれ全然効か,か,かないというか三浦先生の仮説 当たってないなと思っててなないと思そののままずずっと血血圧圧をそそこでで諦めずに血圧の測定を続けてたんですねそしたら何が起こったかというとあのこうやってですね一旦回復したと思った犬の血圧がもうさらにどん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 下がっていってですねもう死んでしまうんじゃないかというくらいガーッと下がってで1時間くらいしてやっと元に戻るこういう全く予想しない 結果になったんですねでこの結果を見た時に、まあ、今から考えたらこれまあそんな大したことじゃないかもしれないんですけれども僕はですね当時まだ20代の生まれて初めてこういう研究をさせてもらったんですけれども僕はこの結果を見た時にあのものすごい興奮したんです。えー、っと思って。なんであのこんなかえって パフで血圧ががちょっと下がるのを防ぐ防ぐだろうと思って投与した薬が逆にですねこんなかえって悪化させるというかもう血圧がめちゃめちゃ下がってしまう全く予想と正反対といいますかあの薬が効かないとかじゃなくてむしろはるかにひどくなってしまうという結果でものすごいあの。 すすごく興奮したのを覚えてるんですねであの時の興奮を思い出すと僕は自分はあ研究者に向いてるんだなと今でも思います。であの三浦先生はその時あの隣の部屋でタバコを吸ってゆっくりしてはったんですけれども僕は三浦先生のとこに「三浦先生三浦先生」と走っていって「先生あの先生の仮説は間違っていましたがすごいことが起こりました」とあの走って言いに行ったのを覚えています。でその時 僕は三浦先生いまだにすごく尊敬してるんですけれども何を尊敬してるかっていうと三浦先生は自分の仮説が外れてがっかりして当たり前なんですが三浦先生は僕と一緒にものすごい興奮して「これはすごいな予想外やっ言ってものすごい喜んでくれはったんですね。でそれで僕はその後ですね大学院のあと3年くらい研究続けましたがなんでこんな予想と違うことが。 起こったんだろうという研究を一生懸命3年間やってでそれで論文を書いて、えー、大学院を卒業医学,医学博士というのを取りまして、えー、だからこの実験があったから今日はあの僕はあのここに書いてある「山中博士」って呼んでもらえるのはこの実験があったからです。でこの実験で僕は3つのことを学びました。一つ目はです、ね、科学 研究というのはもう予想できない驚きに満ちているびっくりするびっくりの,の連続だということを最初の実験で幸運にも学ぶことができましたでそのそれがあの時のドキドキがあるから僕はいまだに研究をしているんだと思いますそれが一つ目二つ目はですねこれ新しい薬なんですけれどもこういう新しい薬とか、まあ、新しい治療法とか 医学の研究進むとどんどんできてきますがそういった新しいものをいきなり患者さんで試したら絶対ダメだと当たり前ですけれどもいきなり人間で試すとこういう予想外のことが起こってしまうので必ずですね十分に実験動物を使って安全性とか効果をた確かめる必要があるなというのが2つ目のことですで3つ目学んだことこれが多分一番大切だと思うんですけれども 3つ目に学んだことは、あんまりですね、先生の言うことを信じてはいけないというのが、3つ目のことです。で、みんなもですね、高校生、僕もそうでしたけど、お中学、高校の間はですね、まあ、教科書を勉強する、先生のことを勉強、言ったことを勉強すると、その通りにしないと、点数がもらえないというトレーニングを受けていると思いますが、 しかし実際はですね、えー、今教科書に書いてあることが10年後にはもう書いてないこともよくあるんですね今 A は B であるって書いてあることが10年後には A は C であるって書いてあることがすごくよくありますだから研究はまさにそうで、えー、疑ってかかるというかもっとこう真っ白な気持ちで何でもこう受け止める先入観を持たないということがあのとっても大切です ですからそういう大切なことを僕は非常にラッキーにもこの最初の初めての実験で学ぶことができましたでこの実験でどんどんですねこの研究の世界にぐいぐいと引き込まれていきましてだんだんもうあの臨床医としてはもう,あもうトレーニングはあやめてしまって、えー、研究で頑張ろうという気持ちになってきましたで、まあ、研究の虜に なったんですが、残念ながらあのこういう薬をだけを使う研究というのはいろんな意味で限界があるんですね。薬っていうのは百パーセント効く薬はありません。えー、ちょっとくらいだいたい効き効かないところがある。どんな風邪薬飲んでもすぐ風邪治るか言ったら治らないですね。それから副作用があって、なんか違うところに効いてしまったりすることもあります。いろいろ限界があるんですが、その時ですね。 遺伝子改変マウスという技術がアメリカとイギリスで誕生したんですね。でこれも今日はあの研究の講義ではありませんからあの難しいことは全然いいんですけれどもともかくこの頃にですね遺伝子をこう直接操作して私たちネズミが持っている何万個とある遺伝子の中から一つだけ選んでその遺伝子の機能だけを変えてしまう遺伝子の機能を潰してしまったり逆にその遺伝子の機能を ある1個の遺伝子の機能だけをネズミの中でものすごい何十倍にするとそういう、まあ、言ってみたら当時の僕にとっては夢のような技術が1990年頃にイギリスとかアメリカで登場したんですねでまだその頃日本ではあまりそういう技術はありませんでしたでちょうど大学院卒業したのがそういった時期で僕はあのもうちょっと研究は続けたいともう 4年間大学院で研究したんですけれどもどんどん虜になってさらに続けたいとしかもこの日本にはあんまりまだなかった遺伝子改変マウスという技術を使った研究をしたいということでアメリカに行こうというふうに思いました。でただですねアメリカに行くといいましても全然つてがありませんので何をしたかと言いますとあのいろんな研究の 論文が載っているジャーナル雑誌があるんですね。ネイチャーとかサイエンスというみんなも聞いたことがあるかもしれませんが、まあそういう雑誌を見ますと後ろの方にあの広告が載ってるんです。でアメリカとかイギリスの研究所で研究員を募集してるんですね。あのポスドクというのはポストドクトラルフェローの略です。でドクトラルというのは博士号です。でポストというのは後とということですから。 あのポスドクっていうのは博士号を取った若い研究者がさらにもう数年独立する前にえ他の先生のもでえトレーニングを続けるとそういうシステムがあのポ,スポスドクと日本ではの博士研究員というふうに言われています、まあ、日本でもどんどん増えていますただ当時はあのこの制度は日本はあまりなくてアメリカとかイギリスしかなかったんですけれども であの大学院で博士号を取ったんですがさらに研究もうちょっと頑張ろうということで、えー、一生懸命その雑誌に載ってる広告ポスクの募集広告を見ていっぱいあの手紙書きました30箇所くらいのアメリカのです、ね、研究機関に手紙を書いたところ、まあ、ほとんど返事なかったんですがあいくつか だけの機関が返事をくれまして最初に返事が来たのがサンフランシスコにありますブラッドストーン新血管研究所というところでしたであの最初に返事来たのですごい嬉しかったそこに行くことを決心しましたで1993年ですね今から17年前になりますがあの家内とそれからその時もう大学院の間に娘2人生まれていましたので 4人でアメリカに渡って研究を始めましたあの。ポスドクとしての研究を始めました。これがあの当時のグラッドストーン研究所です。サンフランシスコのサンフランシスコ総合病院という病院の中にありまして、もう築後100年以上経っているレンガ造りの、昔は病院だったと思うんですが、あそこを改造した研究所です。でここで,です、ね、4年くらい、 3年今日ですね、えー、ポストドクとしてさらなるトレーニングを受けましたでその時にあの非常に僕にとっては大切な言葉を学んだんですねでそれがその今のグラッドストーン研究所のお所長だったあのロバート・メイリー博士 先週あの京都省で、えー、お祝いで京都に来ていただきましたけれども彼が教えてくれた言葉ですで彼はずこの当時から今までずっとですねフォルクスワーゲンに乗ってるんですね VW ですけれどもでもある時彼はあ僕たちポスドクを20人くらい集めてですねポスドクとして成功するというか今後の人生を 研究者としての人生を成功するためにはこの VW が大切だということを教えてくれましたでただこの場合の VW は車の VW ではなくて先ほど勢力も言ってくれましたがビジョンとハードワークとビジョンの V とハードワークワークハードの W ですでこれはだから目的をビジョンをしっかり持って でこれはあのもうこれそれから20年十数年経っていますがいまだに僕がいつもあの思い起こしてちゃんと VW してるかなと日本人はみんなもそうだと思いますが日本人はですねハードワーク結構得意なんですね。 えー、勉強いっぱいすると長時間勉強するの得意ですし、えー、実験室でもですね夜遅くまで研究するの得意な学生さんたちいっぱいいます大人になってもですね、えー、一生懸命働くもう土曜も日曜も働くうそういう大人もいっぱいいますですから日本人はあのハードワークは問題ない場合が多いんですがしかし油断するとこのビジョンを失っていると。 目的がなんかぼやけてしまって、よく考えたら何のために働いているかわからないということに、あの日本人の場合、僕は僕もそうなんですが、陥ってしまうことよくあります。みんなもですね、関係ないと思わないで、自分のビジョン目的何なんだろう。そのために僕は今何をしたらいいんだろうということをちょっとこう考える時間があっても。 いいんじゃないかなとみんなあの勉強に忙しいと思うんですけれどもでもよく考えたらテストでいい点を取るのが勉強の目的ではないはずですよね何かやっぱり目的があって勉強してるはずでその目的、ビジョンっていうのはま長期目標という意味だと思いますがあの私、僕にとってのビジョン、何なんだろうということをちょっとまあ、勉強もクラブも忙しいと思いますが合間に 考えたらどうううかなといいうふうにも思っていますでこれがその当時の私で、まあ、さっきの私とあんまり変わってないかもしれませんがあのこれで15年前ですねで隣にいてるのがその時の僕の直接のボスといいますか上司のトム・イネラリティ先生ですでやはり研究は一緒です仮説これはこうかもしれないと いう仮説があってでそれを実験で確かめるとでやっぱりまだこの時僕はポスドクというトレーニングを受けている半人前の研究者ですからやっぱり仮説を考えるのはこのボスですトムですで僕はそのトムの作った仮説を確かめるというのが仕事でしたでえじゃあ,あの三浦先生の仮説はさっき えー、言った通りで見事に外れたわけでありますがトムの仮説は何であったかというとこれもまたあの遺伝子の名前とか別に全然どうでもいいですがその時トムは新しい遺伝子を見つけていましたアポベク1という遺伝子ですがで彼の仮説はその遺伝子を人間もそうですしそれからネズミもそうですけれども肝臓でこの1個の遺伝子を1 いっぱい作らせると、正常よりたくさんこの遺伝子が働くようにする。遺伝子が働くというのは、遺伝子から RNA ができて、タンパク質ができるということですけれども、だからいっぱいアポベック1のタンパク質が肝臓でできると、血中、血液の中のコレステロール、油ですね、その濃度が下がるんじゃないかと。で、このコレステロールっていうのは動脈硬化。 あの血管を詰まらせる動脈効果の原因ですアメリカはすごくこのコレステロールが高くて動脈硬化になる人が非常に多くてで、あのー、心臓の血管が詰まって心筋梗塞で早くなくなってしまうし人がとても多いんですね。日本より多いです。まあ、日本も今だいぶアメリカに近づいてきていますけれども彼はこの遺伝子を肝臓でいっぱい働かせることによって動脈硬化を 予防できるんじゃないいかとそういう仮説を立てましたで当時、今ちょっとやや下火になっていますが、当時、あの遺伝子治療という新しい治療が、あ遺伝子を使って薬の代わりに遺伝子を送り込むと、そういう治療が非常に注目されていた頃でもありましたので、彼はこのアポベックワ1という新しい遺伝子は、遺伝子治療に使えるんじゃないかと、動脈硬化を防ぐ遺伝子治療に使える、そういう仮説を持っていました。 で私がポスドクとして加わったのでこれを確かめてほしいということで私が行った実験はあの遺伝子先ほど遺伝子改変マウスという新しい技術を学びたかったと言いましたがその一つにトランスデニックマウスという方法があります。これはマウスの中である遺伝子の働きだけを他の遺伝子は全然 影響しないである遺伝子の働きだけを強めると、正常の何十倍も働くようにすると、そういう方法がトランスエニックマウスですけれども、この方法を使って、ネズミの肝臓でアポベクワンの遺伝子を正常の10倍、20倍働かせたらどうなるか、トム,トムの予想が当たれば、そのネズミは健康なネズミ、動脈硬化になれにくい。 ネズミになるはずです。非常に元気なネズミになるはずです。こういう実験をアメリカで行いました。であのアメリカでたくさん日本人のポスドクいてるんですがあのアメリカ人はですねさっきの VW で行くとビジョンを持つのが上手な人が多いんですね。で、まあ、ビジョンっていうのはある,てある意味仮説に近いものがあってこういう実験をしたらいいとかですねこの遺伝子は あ病遺伝治療に使えるかもしれない、まあ、それも言ってみたらビジョンの一つなんですけれどもところがまあアメリカっていうのはハーードワークは苦手なな人も結構多い日本と逆なんですねしかしあのアメリカという国はよくできていて、えー、日本からまた中国から韓国からそういうあのハードワークが得意な若者がたくさんアメリカの研究所に行ってでそのボスのビジョンを 達成すするるために、えー、ハーードワークすると、まあ、そういうシステムに結構向こうはなっていましてまあこの場合はボスのこの仮説ボスの持っているビジョンを僕がハードワークをするとそういう分かり分担だったんですで一生懸命このアップベックワン肝臓でいっぱいできるトランスニングマーク一生懸命もう本当にあのー、お朝から晩まで、えー、早朝から深夜まで実験してですね できましたでそのマウスをどんどん増やしてですね本当に健康なマウス動脈硬化になりにくいマウスになるかなという実験を始めようと思っていたある日ですね朝僕があのこのグラッドストーン研究所に行きますと僕と一緒に働いていた技術院の女性もちろん白人の女性ですけれども彼女が彼女がこのネズミのマウスの世話を しててくれていたんですね彼女が朝血相を変えて僕のところに来たんですね深夜深夜とあの最初邪魔なかで始まって次,次は山中になってアメリカでは深夜と呼んでもらえるようになっていましたが深夜深夜とどないしたん朝からと言いますといやあんたのマウスあのいっぱい妊娠してると。 でまあそれは妊娠くらいするやろうと思うんですけれどもいやそれがその妊娠してるマウスがあのオスやねんというわけのわからないことをあの言うわけですあのもちろんあの、A、大阪弁ではないですよ、A、英語だったんですけれどもあの、まあ、大阪弁に訳しますとそういう会話があって僕も一応医者をやったことがあるので、まあ、それはないだろうと。 いくらの科学が驚きやって言ってもオスが妊娠することはないと思いつつもしかしたらこの遺伝子はすごい遺伝子でオスを妊娠させる遺伝子かもしれないと若干の期待はありましたけれどもまあということでネズミを飼っているところに行きましてネズミを見たら確かにですねオスのネズミ、まあ、メスもいましたがたくさんですねもうこんなパンパンのお腹になってもう明日にでも 赤ちゃんネズミが生まれてくるんじゃないかというようなこんなお腹のまの、あ、オスもメスも両方いっぱいいたわけです。で、えー、っと思ってちょっとかわいそうなんですけど何匹かあの犠牲になって解剖しましてお腹を開けて赤ちゃんが出てきたらびっくりだったんですが、まあ他のびっくりほの意味でびっくりしました。で出てきたのは赤ちゃんではなくてあの巨大化した肝臓でした。 この左の C って書いてあるのが、正常ののネズミの肝臓です焼肉食べに行くとレバーというのがあって、なんかこう、これを見ると食べに、ちょっとしばらく食べれないかもしれないですけれども、まあ,あの、正常の肝臓というのはつるつるしてるんですね。赤くてつるつるしてるんです。しかし、そのアポベク1という遺伝子を肝臓でいっぱい作らせると、左のようにもうボコボコに5倍くらいの大きさになってしまうと。でこれを調べたら 肝臓のガンだったんですね肝細胞癌だったんですお。びっくりしました。でもう1匹だけじゃなくて、もう調べる調べるネズミ、全部こんなふうになっていました。ということは、あのアップビックワンというのは、癌遺伝子、癌を起こす遺伝子だったんですね。遺伝子治療に使うなんてとんでもないですよね。こんなん遺伝子治療に使ったら、逮捕されると思います。もう患者さん、がん作ってしまうことになるので。でこれもですね あのさっき三浦先生の最初の実験で学んだ3つのことの復習になりました1つ目は科学研究というのは本当に驚きに満ちている予想できないということでしたねで2番目は新しい治療法この場合は遺伝子治療ですけれども治療法とか薬を決して人間でいきなり試したらだめだと。 いうこ,とですね、こういうことが起こってしまうかもしれないのだから、十分に実験動物で、えー、安全性を確かめない限り、絶対患者さんで使ってらダメだというのが2番目、3番目、やっぱり一緒ですね、あんまりボスの言うことを信用したらダメだということで、あのー、またかという感じで、しかし、この時も僕は未だにトム大好きですけれども、尊敬しています。なぜかというとう 彼は自分の仮説がこれまた完全に外れたわけです。これもさっきと一緒で、アポベック1が効かないとかだったらまだいいんですが、効かないどころか、とんでもないがんを作ってしまう、いいと思ったものが最悪だったわけですから、当然彼、がっかりはしました。しかし同時に僕はすごい興奮したんですね。なんでこんなことになるんだと。なんでこんなあのコレステロールの調節をしてると思った遺伝子が、こんなあの、 巨大なガンを作るんだろうともうものすごいまた興奮したんですがこのボストムもやっぱ同じように非常に興味を持ってくれてでその後僕にこの研究をずっとさせてくれたんですなぜアポベクワンという遺伝子がたった一つの遺伝子があんだけ巨大なガンを作るのかとだからそれから2年くらいでしたけれどもアメリカでの研究生活は このの肝臓のがんですね、先ほどのがんが何でできるかということを一生懸命研究してでその結果です、ね、新しい遺伝子を見つけましたこれまたもうちょっとややこしいかもしれませんがあのこれ僕が生まれて初めて自分で見つけた遺伝子なので <laughs> 紹介しますが何でアポビグ1でがんができるんだろうということを研究して その,候補その原因かもしれないということで見つけた新しい遺伝子が NAT1 という遺伝子でなんでこういう名前を付けたかというと英語でですねナーボ b o l a p o b e c 1 t a r g e 1とナーボ b は新しいでアポベク e c 1のターゲット標的遺伝子の一番目という意味でんかこうアポベ b e c 1という遺伝子がこう作用する 新しい遺伝子を見つけることができて、NAT1 という名前をつけました。こんな名前、もすぐ忘れてもらっていいですけども、あのただ、僕の仮説は、このアポベクワン、この NAT1 という遺伝子は、アポベックワン1によって制御されているがん抑制遺伝子、アポベックワン1はがん遺伝子なんですが、もう一つ、がんを抑制する、抑える遺伝子が体の中に備わっているということが分かっています。そのの遺伝子の機能が あダメになるとがんが起こるということが分かっていますが、NAT1 というのは新しいがん抑制遺伝子じゃないかと。で、そのがん抑制遺伝子をアポベクク1をいっぱい作ると、がん抑制遺伝子 NAT1 がなんか変になってしまって、がんになるんじゃないかという仮説を立てました。だから今度は僕の仮説です。NAT1 遺伝子はがん抑制遺伝子であると。 でこの仮説を確かめるために今度は遺伝子外変マウスの一つであるノックアウトマウスというものを作ろうとノックアウトマウスはさっきのトランセニックマウスと逆でいっぱいある遺伝子の中からある一つの遺伝子の機能だけをもうなくしてしまう他の遺伝子は全く影響せずに一つだけの遺伝子だからこの場合は NAT1 という遺伝子だけを 潰してしてまう、ノックアウトしてしまう他の遺伝子はそのままにしておくという方法で僕の自分自身の仮説を確かめようとしましたでもしこの仮説が正しいとこのノックアウト回すにはガンがいっぱいできる先ほどアポ,アポベクワンでできたようなガンができるはずだという仮説を立ててその研究をアメリカで始めました でちょうどそ,れその頃ですねアメリカ行ってからあ3年くらい経っていまして、えー、もう研究がもうさらにどんどん面白くなってきて自分で新しい遺伝子も見つけることができてでその遺伝子の働きをこのノックアウトマウスで調べるという、まあ、あの研究者にとっては自分で何か遺伝子を見つけてその機能を自分で調べるというようなことは本当にあの研究者 妙利につけると言いますかあの遺伝子って人間もマウスもそうですけど3万個くらいしかないんですね。ということは3万人の遺伝方は新しい遺伝子を見つけるチャンスがあるんですがこの時すでにもう1万5000個くらい見つかっていました。だから1万5000個くらいしか残っていないんですがでも世界中で研究している,る人って何十万人もいます。でも遺伝子は1万5000個しかありません。ですから。 あ,のあと1万5千個しか残っていない中でナットワンという遺伝子を自分で見つけることができたっていうのは非常にあの喜びなんです。なんでかというとナットワンを調べると必ず深夜山中というのが出てくることになりますから非常にあのこのこ頃もう有頂天といいますか研究が楽しくて仕方がないと思っていたんですがその時ですねあの家内と娘2人。2> うん 一緒にアメリカ来てくれていたんですがあの家内がとんでもないことをしまして何をしたかというとあの娘2人を連れて日本に帰ってしまいました僕が一人になってしまってですねなんでそういうことをしたかというと別に僕が嫌いになったわけじゃないと思うんですがあの上の子供が小学校に入る年齢になりまして子供の教育をそのままアメリカで続けるかそれとも日本に帰って日本の小学校に入れるかという決断を迫られるようになってまああの 家内は日本で受けさせたいと僕はどっちでもいいかなと思ってたんですけれども、ということで日本に帰ってしまって、僕は一人、えー、残されました。やることが研究以外なくなってしまってですね、ボスはとっても喜びました。なんせですね、他にやることないからもう朝から晩まで、ほとんど研究室に泊まって、ずっと実験していますから、トムはあのとっても喜びましたが、まあ、おかげで研究どんどん進んだんですけれども、やっぱりですね、家族というのは、 いる時はありがたさわからないんですがいなくなると水と一緒でこれはちょっと大変やなということであの半年くらいあのでだいぶ寂しくなってきてですねでもう一個ちょっとあったことはあのそのボスの秘書さんがいてたんですがあのその人が家内が帰ってですねとてもうれしそうになってですね で僕を何べんもこうデートに誘ってくれるわけです、今日食事に行こう、食事に行こうと。で、そのですね、ボスの秘トさんが、女性だったら僕もまあ良かったんですが、<laughs> 男性だったんですね <laughs> あの、サンフランシスコっていうのは、とってもゲイの人たちが多いので、有名で同性、同性で結婚ができる数少ないアメリカの町なんですけれどもあの、あんまり高校生の人にそういうのを言うのも良くないですけれども、まあ、ということで、だんだん怖くなってきてですね、 あのもう帰ろうということで、半年くらいしたら、日本に帰ることにしましたで、ただですね、研究は非常にこのノックアウトマウスが出来かけていたので、えー、本当、後ろ髪を引かれるようにして、日本に帰ったのを覚えていますが、ただ、あのトムは非常にいい人で、いや、深夜分かったと、お前、日本に帰って、このナットワンの研究を続けたらいいやんと。 いうことででノックアウトマウスあの、日本に送ってあるというふうに言ってくれて、だから日本でもこの研究を続けることができることになりましたので、まあ、日本でもこの研究をしようと。で、トムはちゃんと約束を守ってですね、あの日本に帰って、えー、2、3か月したらあ、マウス3匹のノックアウトマウスが送られてきました。 であの当時はまだあの関区がない時代で、えー、痛みがあ関西で唯一の国際、あじゃあ、うそですね、ごめんなさい、ごめんなさい、今間違えました、あのもうすでに関区できていましたが、このネズミはあの成田経由で送られてきたんですね。で、成田から国内線に乗って、痛みに飛んできました。 で痛みの生関から電話がかかってきて、山中さん、あのネズミが来てますから、取りに来てくださいと、そこから送ってくれないんですね。で、あの僕、その時あの大学で授業がありましたので、行けないということで、あの家内と小学生と幼稚園の娘2人に取りに行ってもらいましたが、あのその時まだアメリカから帰ったすぐで、お金も全然なくてですね、車も買えない、車なかったので。 えー、車で取りに行けないのであの空港バスに乗って取りに行ってですねで空港バスに3匹のマウスをあの子供たちが抱っこして、えー、連れて帰ってきてくれて、えー、ちゅうちゅう泣いて大変だったとあの子供が言ってましたけれどもまあそれくらい苦労して、えー、連れて帰ってきてくれましたであの今そんなことできません今あの法律ができていてそう,いう遺伝子改変したマウスをそんなふうに あの普通のバスに乗すことは絶対できないんですが当時はまだできたんですねで娘に運んでもらって3匹のマウス1匹にはあのトムという名前をつけてオスですけれどもメスはあのカニカニちゃんカニっていうのはトムの奥さんの名前ですけれどもあの3匹目は名,名前がなかったんですけれどもあの大切に育てましたでアメリカではさっき言ったようにそういうマウスの世話をしてくれる専門の 人たちが何人もいるんです。だから僕たちはあのそんなことをしなくてよかったんですが日本はそういう人いませんあの全部自分で、えー、世話する必要ありますあのモルモット飼ってる人いますかモルモット飼ってる人手を挙げてくださいいませんかあら猫飼ってる人いますかあのペット飼ってたら自分で世話してる人お世話してる人はしてると思いますがペットはとってもかわいいですけども 世話は大変ですその辺りでうんちとかおしっこしまくるしあの餌をちゃんとあげないと水もあげないとダメでネズミも全く一緒ですあの2日に1週間2回くらい床敷き中の,あのんなんじかおがくずみたいなの入れてるんでそれもううんちだらけになりますので全部捨ててきれいに洗って新しいのを入れて餌を入れてっていうことをあの週2回くらいするんですね。 それ全部自分でするとしかし最初は3匹だからよかったんだけどもネズミ山って知ってますよね1か月だったら20匹になるんですね3か月だったら100匹になるんですね怖いですよ1年だったらもう500匹ぐらいになってですねもう何十個というあのネズミのケージに囲まれてそれを一人で全部世話をするというのが僕の,あの週2回の仕事に。 なったんですけれどもまあでもそのネズミをあの一生懸命、えー、解析ノックアウトマウスを作って解析するとこういうことが分かりましたのまず NAT1 という遺伝子を完全にノックアウトするとその赤ちゃんは生まれてこないとお母さんのお腹の中で死んでしまうともう非常にあの早い段階で死んでしまうともうネズミの形になる前に死んでしまうとだから発生に必須であるとということでいまだにがん,がんに ん抑制遺伝子かかどうただですね、いっぱいがん抑制遺伝子あります、P53 とかですね、えー、聞いたことあるかもしれませんが、がん抑制遺伝子あるんですが、考えてみたら、がん抑制遺伝子って本当にがんを抑制するためだけに、例えば P53 というン、NAT1 もそうですけれども、もう、症状倍から人間まで全部同じ遺伝子持ってるんですね。 じゃあ本当にがんを抑制するためだけにこういう遺伝子があるかというとそうじゃないということがノックアウトマウスの研究で分かっていて多くのがん抑制遺伝子は発生受精卵がどん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 赤ちゃんの形になっていく時にすごく大切な役割をしているということが今では分かっていますですからがん抑制遺伝子は決してがんを防ぐのが一番目の仕事じゃなくて一番目の仕事はちゃんとした 形人間、動物の形になるためになるのが仕事。で、ついでに、がんの発生も抑えるというのが今分かっていますが、まあ、NAT1 もマウスの発生に必須であるということが分かりましたから、あのやっぱりいまだにもしかしたらがん抑制遺伝子かもしれないと思っていますが、今その研究していません。なんでかというと、NAT1 が他の仕事、大事な仕事があるというのが、あノックアウトを作ったら分かったからでありまして、それが、 この NAT1 は ES 細胞の分化、可能性に必須であるということが分かったからです。で、これ、何のことかわからないと思います。で、これで初めて ES 細胞っていうのが出てきました。ES 細胞っていうのは、受精、僕たちの命、ネズミの命はすべて1つの卵子と精子が、受精、たった1個の受精卵から始まります。 それがですね2つに分裂し4つに分裂しなんですが大体1週くらいにしますとこの肥大の状態肺エンブリオと呼ばれる、まあ、30個か100個ぐらいかなそれぐらいの細胞の塊になりますでこの肥大の肺の状態でお母さんの子宮の壁に潜り込んでこうベッドのような子宮の壁に潜り込んで,でその中でどん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 いろんな臓器形ができていきます しかしちょっとかわいそうなんですが、ネズミのこの肺、子宮の壁に潜り込む直前のものを研究者がですね、お母さんネズミの子宮から取り出して、バラバラにして、長期に体外で培養することに成功したのが、この ES 細胞という細胞なんですね。ネズミでで1981年、年今かかららもう20年ちょっと前ですだだみんなより少しだけ お兄さんというかお姉さんというかですけれども、まあ、そういう非常に歴史のまだ浅い細胞です。で、この ES 細胞、だから肺からできるから肺性、幹細胞、幹細胞、2つの非常に他の細胞にない性質があります。1つ目は、どん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 増殖します。で、2つ目はですね、増殖した後で神経とか、 筋肉とか僕たちの体を作っているいろんな細胞に分化することができます。すごい面白い細胞です。で、僕が見つけた NAT1 というのはこの2番目の性質に非常に大切である。NAT1 がな,るとないとこの2番目ができなくなる。いろんな細胞に変われなくなるということが分かりました。で、この研究で僕はあの ES 細胞、 ものすごい面白いな、ネズミの ES 細胞、こんな面白い細胞はないと思って、もうこれ、今、これが大体今から10年ぐらい前の出来事ですが、そこから先、ずっとこの ES 細胞の研究をしているわけです。しかしですね、こういう研究、NAT1 が ES 細胞に非常に大切だということが分かった、アメリカに帰ってから大体、 23年した時ですけれども、病気になってしまいました、僕。PAD という病気です。これはあの僕が自分で、僕たちが勝手につけた病名なので、お父さん、お母さん、お医者さんの人いる,かいると思いますが、聞いても知らないと思います。教科書に載っていません。PAD というのは、 ポストアメリカディプレッションディプレッションって何か分かりますかディプレッションってうつ病のことです。アメリカから帰ってきた人がかかるうつ病という勝手な名前を付けましたが、僕はこれになってしまいました。なんでかというと、アメリカっていうのはものすごい緊急環境が良かったんですね。さっきネズミの世話だけとっても、アメリカはきちっとそういう世話をしてくれる人がいていると。これが日本帰ってきたら、もう毎日ですね、ネズミの,あのうんちまみれになりながら自分でこう、 世話をして自分は研究者なのか、ネズミの掃除係なのか分からないというような状況になってであの、なかなかアメリカに比べると、研究するお金も政府からもらえないと、少しはもらえるんですけれども、なかなかこう十分にできないと、でまた周りにもです、ね、自分の研究をこう理解してくれる、基礎研究してる人があ,あんまりいないと。 で当時まだネズミの ES 細胞の研究をしていましたから僕医学部で研究をしていたんですけれども他の周りのお医者さんにあのよく忠告されましたあのやっぱりヤマチュウと言われましてまだ言われていましたがヤマチュウはあのその、ま、ネズミの ES 細胞の研究ナットワンかなんか知らんけどその研究もいいけどもうちょっと医学に関係することした方がいいんじゃないかとなんかこう医学のためになることした方が医学部にいるんだったらその方がいいぞと。 いうようよな忠告も受けて、まあ、全然理解されないということがあってあの本当にもうあのこうで、まあ、確かに自分もですねもともと医者でしたから本当にこのネズミの研究していていいんだろうかともうそ,それまでは研究がこう楽しいワクワクで8年10年くらい突っ走ってたんですがだんだんこう冷静というかなってくると本当にこれで。 何か役に立つことになるのかなという思いも出てきて、もう本当にあの朝起きれないとかですね、えー、学校に行きたくないとあの、えー、そういう感じになってきて、もう本当、研究者はやめようか、もうやめる一歩手前まで行っていました、あの手術は下手でも、も臨床医になった方がまだましじゃないかとで、僕にとっては、言ってみたら2回目の挫折で、1回目は先言った。 せっかく生計会議になろうと思って、えー、その門を叩いたのに逃げ出してしまったというのが1回目の挫折で、まあ、その結果でもあの研究という素晴らしい新しい世界に出会えてでアメリカにまで行ってですねでもう僕はずっと研究でやっていくんだという決心をして日本に帰ってきたらまたですねちょっとこう環境が悪くなってくるとすぐに あのこれはだめだと、逃げ出す準備を始めてですね、しかし、まあ、もう自分としてもこう逃げ出す研究者を辞めてしまうのをこうう情けないなと、また挫折するのかという思いもあって、非常にこう苦しい時期、今から10年くらい前ですけれども、だったんですが、幸いにです、ね、この時二2つの出来事が起こりました。1つ目が 人間の、ES、細胞がでできたんですね1998年に、だからこれ、マウスの ES 細胞ができてから17年経っていますが、アメリカのトムソンという先生が、人間の肺、着床あの、お母さんの子宮に潜り込む直前の肺から、ES 細胞を作ることに成功しました。そうすると、これは人間の細胞です。いくらでも増えるわけです、ES 細胞。 増やしたででいろんな細胞を作り出すわけです。わけそうしたらこういうことができるんじゃないかと。人の ES 細胞をいっぱい増やしておいて、そこから神経の細胞を作る、心臓の細胞を作る、そしてそういった元気な人間の細胞を脊髄損傷の患者さんとか、心臓の悪い患者さんとか、そういう方に元気な細胞を移植して、機能を回復できるんじゃないか、治せるんじゃないかという再生医学が、 すごく期待されるようにに一気になりましたでこれは僕にとってはもう今までですねネズミの ES 細胞の研究をしていてもっと医学に関係することを素人いろんな人が言われていたのが ES 細胞がすごく医学の役に立つかもしれないということに突如一夜にして変わったわけであこれはあの僕の研究もおこのまま頑張ってたら役に立つかもしれないと。 というううに思うように思よなってきました。しかし、ES 細胞、生命の方が元である受精卵、肺を潰さないとできませんので、本当にです、ね、医学のためとはいえ、人間の肺を使っていいのかという倫理的な問題、非常に大きな問題もあります。それから、ご本人の細胞ではないので、そういう細胞を移植したら、 拒絶反応が起こってしまうそういう問題もありましたが、しかし人間の ES 細胞ができたというのは僕にとっては自分の研究、これ意味があることなんだと。もう一つ出来事が起こりました。それがこの奈良先端科学技術大学院大学というところに研究に雇ってもらったんですね、1999年の12月に。でこれはこの見てもらったら分かるように、アメリカに近い素晴らしい研究環境があって、 ここには日本中からのたくさんの基礎の研究、そして応用の研究、いろんな研究者が集まっていて、で研,究の研究費も比較的たくさんあってで、さらにですね、全国から大学院の学生さんが毎年何百人入ってくると、そういう素晴らしい研究環境があったんですね。で、これによって、私の病気、PAD もこの2つの出来事によって、 えー、幸い、えー、広告することができて、研究を続けました。で、その時考えました、初めて、もう非常にラッキーなことに、自分の研究室を持たせてもらえたと、それまでは、今、教授がいて、僕はその下で女子として働いていたからあ、あんまり自分の好きなことはやっぱりやりにくかったんですが、ここでは、もう自分がボスであると。で自分の下に学生が来る 来てくれるとそういう環境になって、そこで考えたのは、じゃあ研究室としてのビジョンを持たないとだめだと。ハードワークは僕もするし、学生さんがやってきてくれて、さらにハードワークはできる体制が整ったと。しかし、ビジョンをじゃあしっかり持たないと、ハードワークの無駄遣いになると。で、その時に作ったビジョンがこういうビジョンです。ES 細胞人間の、ES、細胞ができて 再生医療使えるという素晴らしい可能性が開けたしかし、肺、人の肺を利用するので、えー、倫理的な問題とか、それから拒絶反応がある、それだったら、患者さんご自身の皮膚の細胞を何とかこう加工して、あのコンピュータの、えーのディスク、いろいろ書き込んだやつ、初期化したら真っ白になりますね。それと同じように 皮膚細胞、受精卵がどんどん分化して、もう、もう機能が本当に限られたことしかできなくなっている皮膚細胞、なんとかピッとこうリセットボタンを押して、初期化して、受精卵と同じような状態、ES 細胞に近い万能細胞、できないかと、これを非常に難しいビジョンですけれども、もう一旦あの研究者、やめかけたんだから、もうや,やきくそでですね。 思いっきり難しいことをやってやろうと思って、これをビジョンにしました、そしてこのビジョンに引かれてというか、あの3人の大学院生、高橋君、海尾さん、徳澤さん、入ってくれて、これはその2年後の修士の,の終了のときですけれども、まあ、この3人をはじめ、あと何人かの人が、先ほどのビジョンの下でものすごいハードワークをしてくれて、 でですね、何十年もかかるかもしれないと、僕が研究をやってる間にはできないかもしれないと思っていたことが、彼らの頑張りでできてしまったのが iPS 細胞です。どういうことかというと、皮膚の細胞にこの4つの遺伝子を送り込むと、本当不思議なんですけれども、ES 細胞にそっくりな細胞ができるということが分かって、その細胞を iPS 細胞と 名付けましたで2006年にまずネズミで成功して2007年には人間でも成功したわけですこうやって iPS 細胞いつも僕があの話すことが多いですしかし、まあ、実際はですねこの3人が iPS 細胞を作ったと言っても過言ではありません先ほどの3人の学生さんのうちの2人あの1人 の海王さんも頑張ってくれましたが、海代さんは2年で修士が終わって就職してし,しました、あの2002年くらいにも就職して、今、会社にいます。しかし、徳沢さんと高橋君はその後もずっと研究を続けてくれていて、それからもう一つ、もう一人、市坂さん。彼女は技術員です。ネネズズミミのののいいろろんんななあ世話もししてくれるし、えーいろんなあ iPS 細胞を作る上で欠かせなかったいろんな材料を作ってくれたのが一坂さんですですからこの3人がのおかげで iPS 細胞ができましたでその結果ですね京都省稲盛財団から京都省というのを頂い,いてそして今日こういう素晴らしい機会で皆様に皆さんとお話しすることができたわけですこの3人だけではありません iPS 細胞ができたのはです、ね、私たちの前に、たくさんの研究者の人たちがいろんなことを実験をして、いろんなことが分かっていました。僕たちはそれを使って、その上で研究して、ようやく iPS 細胞ができました。いろんな研究があってこその iPS 細胞ですで。彼ら3人以外にも、たくさんの僕の研究室のメンバーが頑張ってくれました。 また iPS 細胞できたあとも世界中で多くの研究者の人たちが iPS 細胞技術をより発展させています。だから技術そのものがどんどん発展していっています。そういうことがあって、この iPS 細胞があるということですから、あの今日こういう場で,です、ね、あの発表させてもらっていますが、もう本当にこの3人をはじめ、多くの人たち、 にあの僕は感謝の気持ちででいいっぱいですと同時にこの iPS 細胞技術、まだですね、完成していません。まだ1人の患者さんの命を救っていません。これからまだいろんな研究が必要です。ですから、あのこういう京都賞をいただいて、そういうのをすごい励みになります。これからもっと頑張って、本当の意味で iPS 細胞技術を完成させるのが、あの僕のこれからのビジョン。 ででありますのでこれからもこのうちの高橋君と石坂さんはいまだに奈良から京都まで一緒に来てくれて僕と一緒に働いてくれていますこういう素晴らしい仲間に囲まれて今後ですねそのビジョンを達成するためにハードワークをしていきたいそのためには体力も大切ですからこれからも鴨川を走りたいというふうに考えていますであの今日あの研究のことはあもうすぐ忘れてもらっても いいですけれどもわ聞いていただいた方、覚えてほしいのは、ワイペース、京都賞をもらって、何かですね、す、え、べ、ー、てがこう順調で、こういう研究者がここにいるんだというふうに思うかもしれません、そうじゃないということをぜひ分かってください、高校の時に先生にも、あのごのんぱんに怒られたことから始まって、ですね、えー、社会人になってから、 医者になってからだけでもですね、今、まあ、まず僕、医者になってすぐに最愛の父を亡くしました、まだ二十何歳でしたけれども、本当にもうあの自分の最大のサポーターをパッとこう、失ってしまってですね、あので、今、ちょっとだけお話したようないろんなあの、言ってみた山あり谷ありがあって、えーえー、こういう研究ができたんだと。だかかららみんなもですねこれから あの今まではお父さんとかお母さんとか先生とかいろいろな人に守られて助けられて自分ではそう思っていなくてもたくさんの人に守られてえこ,うここにみんなもおれるんですけれどもこれからどんどん大学生になり社会人になり結婚して子供できる人も多いと思いますそうなっていく上でいろんなことがいいことも楽しいこともつらいことも悲しいこともあると思いますが あ本当にですねあの、今日少しでも僕の話、えー、思い出してもらって、えー、万事さようがまだと、悪い時は必ずいいことがあります、いいことがある一歩手前です、ね、かがむとジャンプできます、そうでしょ、いい時は用心しましょう、何か悪いことが。 先生におもらえているときは用心しましょう。何か家に帰ったらお母さんに怒られるかもしれません。そんなふうにあの、まあ、一喜一憂しないということがとっても大切だと思いますし、えー、やっぱり僕たちもいろんなことに失敗を恐れず挑戦してきました。あのやらずに後悔するんだったらやって後悔する方がどっちが言うといいと思います。だからあの僕アメリカ行く時も 迷いいいまままししたたがっっっててかかとと本当に思っていますすみんんなもあの失敗するのはは全然恥ずかしいことではありませんそういったことを少しでも覚えてもらって今後これからみんなが日本を支えていく本当の力になっていくわけですからあの今日の僕の話があの少しでも参考になれば研究のことは本当忘れてもらっていいですからそれ以外のことを少しでも覚えてもらっていたらあの本当に今日あの話した。 会があると思いますので、えー、そうしてもらったらと思います。えー、本当にあのありがとうございました。あのじゃあこれから質問何かもしありましたらお答えしたいと思います。ありがとうございました。